えー、今日は松岡克美ブラック解放同盟三重県連合会委員長八幡支部長さらにはブラック解放同盟中央本部執行委員その公金詐取、えー、具体的にはね、えー、去年の3月まで、えー、伊賀市の嘱託職員としてね、まあ、勤務して給料をもらったっていうことになってるんだけども実際は。 勤務してないまあもう松岡克実公金詐取って言って言っちゃったからこれねあのもし僕は嘘ついてたら、えー、訴えられるし下手したら刑事犯罪ですよね、うんまあ、そういうこともあるのでもうここはがっつりとねもう証拠を示していこうと思いますまあ私自身ある意味ね松岡さんに訴えられているので利害関係者なわ,わけですよだからそういう意味で私の言ってることっていうのはね やっぱただ信じてくださいっていうわけにもいかないので、やっぱがっつり証拠を出さないといけない。で、なおかつこのドアの不祥事っていうのはですね、なんか指摘すると、えー、そんなデマだとかね、差別だとかね、個人のことを、まるでブラック全体のことのように言うなみたいなふうに言われるので、まあ、そういう意味でもね、あの、しっかりとね、えー、ここは報道していこうと思うんですけども、まずですね、うーん、えー ここにね、松岡克美さんの、えー、勤務記録がありますね、えー、社会同和教育指導員勤務実績表、このね、勤務記録、こんな詳細なのがね、実は役所は開示してくれるんです。一応、情報公開法ではね、えーまあ、プライバシーとか個人情報とかそういうのは、 公開されないんだけども、この役所の職員の勤務記録っていうのはもう完全に職務上のことなんで、ちゃんと実名入りでこういう詳細に公開されるんです。今、どこの、えー、自治体でもそういう決まりになってます。で、あともう一つ、これ、えー、と知事ですね、三重県知事の、えー、面会記録です。誰と面会したかとかそういう記録ですね。これなんかもうまさに個人のやってることですし、さすがにね、この個人については黒塗りにされたりするんですけども、 まあ松岡さんはね、もう委員長っていう、ほぼ公的な立場なんで、こうやってちゃんと載せられます。それで、えー、なんでこれを情報公開請求したか、えーまあ、前の動画でも説明した通り、あり、伊賀市の八幡地区を探訪してきたんですね。それで、まあ、地元の人にいろいろ聞いてたんですけども、まあ、その中でね、一つ、この松岡克実さんって、 東の職,宅職員でね教育集会所に勤めてるはずなのに勤務してるのを見たことないとそれどころかなんか真っ昼間にずっと喫茶店に入り浸ってたりすると、うん、あの人勤務してないのに給料もらってんじゃないのみたいなことを聞いたんですねだけどやっぱり役所の中はブラックボックスで、まあ、なおかつね私がずっとその松岡さんを追いかけてたわけでもないので、うん、まあとりあえず得られる情報からその状況証拠をつく 噛んででいここううということで、まあ、典型的な調査報道ですね。えー、それでうん、これが三重県知事への面会記録、えー。平成29年6月27日の14時45分から15時3分。その時に、えー、松岡委員長がね、ブラック解放同盟三重県連合会の松岡委員長が、えー、知事に会ってると。ここにね、どういう内容を話したかっていうのも書いてあるんですけども。 完全にこれは解放同盟としての活動ですね。委員長という肩書きであっているので。で、その日のね、松岡さんの勤務記録見るとね、平成29年6月27日、8時半から17時まで勤務。で、12時から13時までが休憩時間っていうことなんで、14時45分から15時3分っていうのは完全に勤務時間中なんですよね。で、 でこのことについて、僕はこの伊賀市の教育集会所に確認してみましたでね、絶対こう言うだろうと思ったのが、うんまあ、社会童話教育指導員って、まあ、結局、童話のことをやるものなんで、こうやってね、解放同盟の委員長として、童話についての話をするのも仕事だっていうふうにね、言うと思ったんだけど、やっぱりそう言いました。うん あそうですか、あのー、解放同盟の委員長として知事に会うのも、この社会同画教育指導員としての仕事なんですねと、じゃあ、これはどうなんですかと、平成30年6月18日17時から17時15分まで、これも同じように解放同盟の委員長として知事に会ってるんですね。で、その時の勤務記録、平成30年6月、この日はですね、この日も、えー、18日8時 30分から17時まで勤務ってなってるんですが、これおかしいですよね。知事に会ってたのが17時から17時15分。その解放同盟のね、委員長として知事に会うのが仕事だっていうんだったら、17時15分まで勤務してたっていうことじゃないですか。うん。これ完全に勤務時間外ですよね。うん、じゃあ、この日に限ってはプライベートで、 知事にに会ってましたっててままししたいう風にしますよねだけど、17時に勤務を終えてるわけですから、ね、17時になった瞬間に、その、三重県知事の前にワープするなんてこと絶対ありえないでしょ。まず、伊賀市から、この県庁のある津市まで1時間ぐらいかかるんですからね。じゃあ、その、津市で、じゃあ、他のなんか仕事をしてたって言っても、そんなね、 だって県庁入ってエレベーターに乗ってって言ってそれで通されてって言って知事に会うわけじゃないですかいきなり勤務終わった17時にねこの鈴木,知鈴木知事の前にワープするなんて絶対ありえないわけですよだからこれおかしいですよねっていうことなんですよ本当に本当にこれ仕事で会ってたんですかっていうことなんですやっぱ完全に まあ客観的に見ればこれ解放同盟の活動として合ってたっていうことだと思いますここには、その、伊賀市のね、その職員だとかそういうことは全く書かれてないわけですから。さらに畳たたみかけると、これ、三重県人権大学講座っていうものがあるんですね。ヒューリア三重。ここはやってるんですよ。これ津市にあるんですね。で、2019年受講案内っていうので、二、えー、2019年、令和元年7月2日に、 えー、13時30分から16時まで松岡勝美さんが三重県の相次ぐ差別事件って言って講演をやってるんですね講座の講師をやってるんですその時間ももちろんねえー、と令和元年7月2日、うん、8時半から17時までの勤務になってますよねということは完全に勤務時間中に講師をやってるんですよ、まあ、講師をやるのも社会同話教育指導員の仕事だって っていう風にね言われるのかもしれないけどもまず社会共和童話教育指導員こうやってね勤務時間に応じた給料が出てるわけですここに基本賃金支払額って書いてありますよね、うん、で表裏や三重に確認したらこの人権大学の講師には報酬が出てるわけです松岡さんも含めてねということはその伊賀市の職宅職員と勤務し 職,宅職員として給料を受けながら、さらにこの日和ア・美恵から報酬をもらってたってことになるので、これ、完全に給料の二重取りですよそもそも公務員がね、嘱託職員といえど、公務員がこうやって不良するっていうこと自体問題なんだけども、その勤務時間中に給料の二重取りっていうのはさらに悪いじゃないですか。うん、ということで、えー こんな感じでね、調べていったら、えーっ、こんな風に、勤務時間中に解放同盟の活動をしていると思われるケースが、2017年の6月27日、で、2018年だと5月9日と6月18日、さらに2019年7月2日、で、2020年1月24日と、まあ、調べただけで合計5件あるんですよ。 だからもう松岡さんの動向が分かってるものはことごとく勤務時間中なんです。ただ一点ね、解放新聞には2018年8月26日に三重県庁と通地方法務局を訪問って書いてあるんだけども、これはね、解放同盟の記事の方が間違ってると思います。三重県庁に情報公開請求したらそんな記録なかったし、なおかつね、カレンダーみたいな日曜日なんですよ、この日。だから日曜日にこういうことするっていう可能性はないんで、 これは解放新聞の記事が間違いだと思います。だからこういった状況証拠を踏まえると、地元の人が言っているね、実際は勤務実態なかったんでないかっていうことが非常に信憑性を帯びてくるわけです。それでね、これが果たして松岡さん個人の問題と言えるのかと、<laughs> ね。うん ま,あまず松岡さん自体が本当にこれだけじゃないでしょと、空出勤してたのは、これだけじゃないでしょっていうことと、あとやっぱ松岡さんだけなのっていうところがありますよね。解放同盟の関係者で、やっぱこういう公務員の立場にある人って本当多いですから、勤務時間中に解放同盟の活動をするなんてもう常態化してたんじゃないかと、そういうふうに想像されるのも、それは松岡さんってね、例えば、 そのドアの不祥事だと、飛鳥会事件ってあったけども、あれやった小西っていう人は支部長なんですよね。まあ、あっちの方がね、動いた金はでかいけど、松岡さんに関してはね、これ、委員長なんですよ。で、中央本部の役員なわけですよ。ね。で、さらに付て加えると、この、まあ、この件じゃないけども、前の動画でも紹介したね、この、八幡町のね、駐車場の収益を、 解放同盟と自治会で分配してて、さらにその上、それが解放同盟の決算報告になくて、なんか松岡克美さんの個人口座にお金を入れた記録があるっていう話ありますけど、これ、実はだいぶ前に地元の人が告発してるんですよね、中央本部に。だけど、結局、今も松岡さん、今の立場にとどまってるわけです。ということは、もうこれ完全に個人の問題じゃないわけです。まずやってるのが 本当に幹部クラスの人がやってる、県連委員長、支部長どころじゃない、県連の委員長、中央本部の執行委員がやってる、これって個人の問題で済みますかとで、なおかつ、中央本部に告発が言ってるのに、それを言ってみれば無視してる、というかね、逆にね、その告発した山田町の地元の人がなんか糾弾されたそうなんですよ。うん だから、もうこれ、組織くるみじゃないかと、こういういろんな不正がね。だから、個人の問題じゃ済みませんよ、というところなんですよ。まあ、他にこれ紹介してなかったかなえっと、あのね、この駐車場収益の問題については、え、この本人がね、松岡さん本人に、実は裁判で尋問したんだけども、これは、 伊賀市の方から提案があってやったって言ってるんですね。まあ、それを裏付ける資料があって、ほら、これね、えー、平成17年の表示事項書って記録なんですけども、えー、土地賃貸料について、八幡市人権政策部、堀忍次長より提案というふうにあって、でここにね、解放ドーム八幡市部で2000万円振り込むを決定する。これなん、どういう意味かっていうと、4000万円くらいね、自治会で駐車場収益を 積み立ててて解放同盟とね、えー、自治会を分配するって決まったんだから、じゃあ今まで積み立てた分のうち2000万円解放同盟をよこせっていう話になったんですよね。そういう意味です。ちなみにね、この2000万円ってね、あとでなんか地元のなんかヤクザっぽい人からむちゃくちゃ抗議があって、結局解放同盟自治会に返さざるを得なくなったそうなんですよね。であとは覚書ですね、この。えー、このね、私有地での収益をこうやって。 解放同盟と、えー、自治会で分配するってでしかも解放同盟に分配された分っていうのはね、まあ、少なくとも100万円は松岡さんに入ってたし実際はもっと松岡さんの個人に入ってたんじゃないかっていうこともありますでやってることがねもうこれはものすごい悪質なんですよ八幡、えー、町っていうのはやっぱ紹介した通りねあそこは元地方都市スラムなんですよで今でもその名残があって やっぱりその在日の人も多いし、あとはまあ低所得な人も多いんですよね、やっぱりその名残があって。だからそういう人たちの収めたこの駐車場収益をですね、自分の懐に入れるっていうのは、ものすごい悪質な行為なわけですよ。ほ本当はひどいですよあのその。税金をね、こうやってね、詐、え、取、ー、するっていうのも悪いけどね、本当、あのそんなね、日々この、そんな。 生活余裕あるわけでもない人からこうやって集めたお金をこ自分のものにするっていうのはねとてもこのブラック解放をやってる団体の代表がやるようなことじゃないですよねうんでまあもちろんこの嘱託職員の給与の問題にしてももう完全にこれエセド和行為じゃないですか差別を理由に利益を得てるとでまあこの問題について、まあ、こうやってね動画で喋、えー、ってるので まあ、もし私が嘘ついてたらね、私は訴えられるし、警察にも捕まりかねないですけども、じゃあ、向こうがそういう行動に出てるのか、出てくるのかっていうのは、ずっと、まあ、見ていただきたいし、あるいはもう、だんまりを決め込んで、このままね、えー、握り潰すのか、まあ、あるいはちょっとね、事情作用を見せて、中央本部は、この、ね、松岡克美さんをクビにするのか、まあ、どうなるかっていうのを、まあ、皆さんね、ずっとこれから見ていただければ、 いいかと思いますということでね、今日の啓発動画というよりは、あの報道動画でした。えー、あの下の、ね、概要欄にもその、ウェブサイトの記事もありますので、ぜひそっちもご覧いただければと思います。